カンザススピードウェイはアメリカ合衆国のサーキット、カンザス州カンザスシティに所在する一周1.5マイルのオーバルトラック。竣工は2001年。同じ2001年に同じようなミドルバンク1.5マイルトラックとして建設されたシカゴランドスピードウェイと姉妹トラックと言われることもある。改修以前のターンバンクは15度で、これは ナスカーが開催される1.5マイルオーバルとしては、当時最も低いバンク角であった。性質的には、ハイバンク1.5マイルトラックのスピーディな展開と、混戦というよりは、2マイルローバンクトラックに似た縦に、長い展開になりやすい。ラインは、ローミドルハイの3本が、同じように使えるが、同じように、ラインの自由度が高いオートクラブスピードウェイや、 ミシガンインターナショナルスピードウェイと違い、コース幅が狭いので、サンワイドはかなり難しい。ただ、チェイス突入後初の1.5マイル、そしてある程度のバンクを持つということで、このトラックで上位に来たドライバーがシーズンをリードすることが多く、シーズンを占う一戦としての性格が強い。また、2011年の改修によって、ターンバンクが17から20度のプログレッシブバンクと、 なったこれにより、予選速度は190マイルパーアワー台に達し、高速オーバルの一面が強くなった。インディカーシリーズでもシーズン最初のオーバル戦だったため、こちらもシーズンを占うレースとして位置づけられていた。出走回数5回以上に限定。ありがとうございます。